いいよこれこんなこと最後の東大受験ですから、はい、まずはじゃあ河合の東大入試オープン、はい、東進の方ですね。じゃあ問題の数学です。そんな判定あれ東大始まりました、マテシアね。さあ今回はですね、さあ久しぶりです。お久しぶりです。もうただのガリ弁ですがないんですね。そうですね、もうただの人ですね。さあこの間ですね、はい、ジャッジメントに出ていただきまして、はい、獲得した金額をここで今差し上げようと思います。なんというか、はい、内容があんまりうまくできなかったなっていうことがあるんで、はい、そうですね、ちょっと皆さんぜひそれ多いんですけれど見てください。あれないわゆるなんかジャッジたちが払うとかじゃないので、あれはもう番組からという形で、はい、番組から、まあ、番組からイコール僕と松原さんってことなんですけど、はい、いやちょっとかなり個人からの出資というか、はい、やつなんですね。しかもその森部先生のそっかフェイルフェイルって言った人か渡すっていうね、なんか謎の複雑なしかも生の財布に入ってるんですけど、そうなんですよ。だっていや下ろしてこうと思って ATM でやったら、はい、ないんですよあの封筒。ああ今ないですね最近。なかったから銀行とか、そう銀行だとあるんですけど ATM 封筒ないんで。なるほど。まさかの探したんですけどあれないないないみたいな。森鉄先生の財布から。そうです、財布からそのままいやそのまま銀玉。生々しいよこれ。こんなことあります。はいはい、そのままはい、わかんないですこれ合ってんのか、もともと入ってたのも入ってんのかわかんないですけど、はい、こんなこれ番組の企画でこんなことあります。3であってます。はい、30万はいです。あとこれは利息はいやいや貸してるわけじゃないので、はい、はい、いやでもちょっと、はい、ちょっとまあありがとうございます、はい、というまあなんというか受け取っていいのかっていうのもありますけど、はい、いやいやとんでもないです。あとそうですね、はい、スパちゃんのやつも数字出たらはいそのまま差し上げますので、すいません、はい、ありがとうございます。まあ生活費とプロテインですよね。あれ30万のプロテインとなってあれ内訳ね8月からなんでね、はいはい、後に出てると思うのでちょっと分かんないかもしれないですけど8月からなので、はい、これでまあ受験に集中もできるとは思いますので、はい、まあ、もしかしたらバイトも減らせるかもしれませんのでということです。ありがとうございます、はい、じゃあその中今までのなんか最近の結果はあるんですか、はい、もしとか最近のはちょっと最近なのか分かんないですね、はい、もうでも動画に出てないやつ、はい、ずっとこれ現生置いてあるのこれはどうしましょう。ちょっとあのちょっとしまわせていたんですか。そうですね、しまわせてってのっけただけってい、はい、はい、これ河合塾の問題で、はい、まずはじゃあ河合の東大入試オープンを見たいと思いますね、はい、英語、はい、まず120点中の73点、はい、お偏差値 61.7、 まあ悪くはないんですけど良くもないですね。これは、はい、受けた後めっちゃ英語できたってことあったんですけどね。あ、そうなんですね。自己採点90点近くいってたんですけど、あの英作文が採点厳しかったです。なるほど、はい、3918人中472、まあそうですね、河合の方が都市より厳しいですからね最低。あ、そうですよね、はい、ちゃんと見てる感じしました思いっきり言っちゃったそれぞれのね配点見てみて、ようやく7点、読解総合文層入ですよね多分ね、はい、が6半分かで、英作文が、あ、じゃあ英作文いけたぞと思ったら12分の10、はい、と10分の5、そう、 A が英作文、あの自由英作で、 B が和文英訳です。はい、なるほど、和文訳がガッとやられてたわけですね、はい、でそれぞれ、リスニングが6、10、4ということで20点、30点中だ、そうですね、もうちょっとリスニング欲しいですね。やっぱ4点のところがいいかな、はい、特に B は10で満点ですけど、で文法語法、文法はこれやってないってことですか。やってないですね。正語、正語、時間なかったです、相変わらず。英文和訳が16分の11と、はあ、なるほど、やっぱ和訳が一番取りやすいですか。そうです、そのパターンが多いですね、東大模試は、うん、で、読解総合は20分の14という感じで、ほんほんほん、まあ文法の平均自体 2.7 ですからね、みんなやってないな。いや、まあ難しかったり、時間が足りなかったりする、うん、まあそこ以外は全部平均を超えているんで、じゃあ問題の数学です。はい、はい、ベテランチにコテンパンに言われたやつですが、27点、80点中、いやこれは低いですね、偏差値 47.7 だからそうですね、数学相変わらずダメでしたね、うん、2216、ああなるほど、そうですね、この積分、あ微積
微積10の確率11、平面図形6で、あ、整数問題苦手と言ってた。整数問題変わらず、はい、いやー、まあまあちょっとこれ難かったみたいですけどね。あ、まあ確かに平均で 1.8 ですからね。そして国語120点中59。おー、半分いかなくても偏差値 60.9 出てるんですね。厳しかったみたいですね。あ、難しかったってことですね。424位ですからね。はい、そんな感じで、あ、現古漢現16、15、24、4か、うん、まあ、古文が良くて原文が、うん、そうですね、原文低いですね、うん、はい、で、得意の社会、日本史が60点中23、はい、217。おー、なるほど。で、世界史が60点中37、はい、282で、やはりどちらも偏差値60を応用するという感じですね、うん、こっちが取りやすいと、社会が取りやすい。そうですね、勉強量で言ったら圧倒的に英数なんですけど、うん、まあこの傾向変わらないですね。なるほど、はい、で、まあ全体的に 61.5、440点中の219、はい、うん、まあ、これ、まあ、夏なんでもうちょい取りたかったなっていうのはあります、うん、なるほど、はい、さあ、じゃあそんな判定評価2次440点中219で評価は A という、はい、この A っていうのはもうね、慣れちゃいましたね。A 判定に慣れてしまった。まあ夏ですからね、はいはい、前回も取ったんで、まあ、ちょっと A でも落ちてるんで、はい、やっぱ A の中の上に行かないと。なるほど、ちょっと確率性がないんですよね、うんうん、あとはまあ、はい、こっからまたね、夏でね、上がっていく人たちが、ね、そうなんですよ、去年経験してるんで、いや、うん、そう、いいだから言って本当に賢い人たちがまたボフボフンつってくるので、もう伸びがやっぱすごかったです ねという感じでした、うん、じゃあ、はい、東進の方ですね。東進、はい、東進本番レベル模試、はい、はい、英語が120点中62点、はい、うん、偏差値51、そうですね、はい、まあ62じゃ、これはちょっと出来悪かったんですよね、全体に、うん、やっぱ60、そうですね、この辺だと低いですけど、あれ、高等学校別全部1になってるじゃないですか。ライバルいなくなってるじゃないですか。自分の1ですね。ライバルが離脱しちゃいました、ね、毎年必ず1人は母校からの同志というかライバルがいたんですけど、今年はいないんですよね。ついに消えてしまいました。寂しいですけど。で、国語が120点中54。はい、ああ、なるほど。18、14、22か。そして、数学が24。やはり数学が弱いですね。弱いですね。数学がやはり相当、兆しは見えてるんですけどね。何年見えてる、ずっと同じようなテスト、何年見え続けてるんですか。まあまあちょっとね、いい点を出したいですね。そうですね、もう受けないかもしれないですけど、そうですね、もう一個受けるかどうかですけど、そうですね、最後何人の模試になります。最後受けるとしたら東進、今河合塾のはこの前オープン、はいはい、秋の受けたんですけど、うんうん、それまだ帰ってきてないんで。あ、なるほど。共通自体は受けてます。共通テスト、共通テストはもう受けてないですね。ああ、なるほど。1個だけ受けるようです、うんうん、この後プレみたいな。そうですね、どっかのプレ受けようと思ってます。OK です。まあ30万ありますから、いくらでも受けられる。いや、ちょっと、まあ、あのお金は大切に使わせていただきます。はい、で、次が、世界史、はい、60点中42点。おお、高い。まあ、この辺はもう、できのあれですからね、もう蓄積が。そうですね、日本史もそうですね、60点中48で。高い。まあクイズ番組とかね、出るときはここが一番日本世界史できるよ、ね。クイズ番組に全然活躍できないんですけどね。レベル高すぎてあれはあれで。パンッとできるように、はい。得意なのは世界史、日本史、まあ歴史ですけど、はい、歴史と20ということで。20はちょっと最近弱くなっていて、弱くなって受験終わった後にすごい見てたんで。そうですね。ちょっとまあまあまあ今は勉強に集中してもらって。はいはい、ということで、まあ、数学は弱いんですけど、まあ、合計440分の230ということで、で、判定は B 判定。うわ、ここが A になれたとか言っときながら B でしたね。いや、これはね、本当に出来が悪かったんですよね、終わった後の感じで。特に A 数が終わった後、うん、うわーって感じだったんで、やはり A 数。ちょうどジャッジメントのこの次の日だったんですよ、ね、はい。次の日、あ、そうだ、もうめちゃくちゃへこんでて。そう。問題全然解けないっつって。すごいへこんで、どうしてできないんだって言ってましたもんね。はい、そんな叫び声を上げてないんですけど、にじみ出てたものはそれぐらいだった。そうなんですよ。もう帰りの新幹線のことも何も覚えてないということで。はい、まあ、それに近い状態で受けに行ったんで、言い訳になっちゃいますけど、まあ、精神状態が良くなかったという感じで、はい、ただまあね、これ、いよいよ最後の東大受験ですから。そうですね。はい、
まあ、またね、一、うん、回共通テスト生配信みたいなのはね、当時またあるそうですね、どっかでかどっかでやろうと思ってますんで、他の今でも森哲先生のところにメンバーがたくさんいる。そう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 。ただあの他の人も一緒にはできるけど、科目数が少ないんで彼らは。あ、国立の人はいないんです。そうその科目数少ないんで、だから文系の人たちは朝いるけど、はい、その後から田橋さん一人になるっていうのもまあちょっとありかな。まあまあ普通の教室でもそんな感じですもんね。申し受ける時ってその私立の人とかいて、こういうのもちょっとありかなと思ってますけど、はい、いう感じなんで、わかりました。じゃあ次回は田橋さんにまた抜き打ちテスト、はい、次、今日はないですね。え、今日はない、今日、いや次回はってこと、この後です。そっか、そういうことか、はい、なるほど、はい、ではお楽しみに。ありがとうございます。